ございます、鶴田由紀です。今回は、YouTube をやってもう2年ぐらいが経つんですけど、久々に自己紹介を兼ねて、私の生い立ちみたいな話をねしていこうかなと思います。はい、ではまず幼少期からなんですけど、私生まれは世田谷区なんですね。で、世田谷でずっと育って、幼稚園に行って地元の小学校に行ったわけなんですけど、よく聞かれるんですけど、あんまり幼児教育みたいなのされてなかったです。塾ももちろん行かなかったし、英語教室とかも行かなかったし、ただ習ってたのはピアノとバイオリンだけっていうような感じでした。で、通信教育とかもほとんどやったことなかったですね。親の教えも私が自分でやりたいって言ったことはやらせてくれたし、ちゃんとしっかりとことんやれみたいな感じの教育を受けてたんですけど、何をやれっていうのは全然指導されなかったかなと思います。塾にね通い始めたのは5年生の冬ぐらいなんですけど、その時は結構その小学校の友達がみんなタピックスとか日能研とか四谷大塚に行き始めて、なんかみんなが学校で塾の話をするようになったんですね。でそれを聞いて、あ、いいなと思って、母になんか私も塾に行きたいって言ったのが全ての始まりでした。で、実際にサピックスに行ってみたら、最初はね真ん中のクラスとかだったんですけど、結構少人数で先生との距離も近くて、生徒同士も仲が良くて、結構すぐ馴染んで、あ、楽しいなっていうことで、サピックスのやり方とか考え方が私のキャラクターに合ったようで、それで受験勉強を頑張り始めたっていう感じです。応援に憧れたのはもういつだったか忘れちゃったんですけど、6年生入った頃はもうなんか私応援を目指すって決めてたような気がします。でもなんか初めてそういう応援に行きたいなって憧れた時は、母に言ったらなんかびっくりされて、なんか応援みたいな感じでちょっと笑われたのを覚えてるんですけど、本当にその気があるならもう一生懸命やんなさいということで、母も協力してくれて、そこから1年ちょっとぐらい怒涛の受験勉強の日々っていう感じでしたね。受験はね本当に落ちたと思って、すごい落ち込んで、2月2日の合格発表も私自信なかったし、母も私が自信ないってことはダメだったってことかって思ったみたいで、お父さんが一人で最初見に行ったんですよ。お父さんが最初見に行って、あったよっていうことで、お急ぎでもう夕方とかになってから家族でみんなで合格発表応援中学校に見に行って、よかったねっていう感じだったのを覚えてます。中高の6年間はなんか私サピックスでみっちり勉強してたからか、塾に行かないっていう生活になんか違和感を覚えるようになってて、合格発表の時に応援って学校のすぐ目の前に坂があるんですけど、そこでね、いろんなその大学受験の塾のチラシを配ってる人たちがいたんですよ。で、その中に青いね可愛げのないクリアファイルに、応援合格おめでとう、次は東大ってなんかそれだけ教科書だけで書いてある殺風景なというかファイルが配られまして、なんだこりゃって思ったんですけど、それが鉄力だったんですね。で、なんか周りの子たちの話とか聞いてると、鉄力会っていうのがすごいいい塾らしいっていうのを聞いて、なんかいろいろネットで調べて、サピックスっぽいなということで、面白そうだから行ってみるかということで、中1の時から鉄力会に入りました。東大受けるって決めたのはね、すごい後で、高2とかだったと思います。もともと勉強も語学が好きだったんで、なんか文系の方がいいかなって結構迷ってた時期も多くて、ただいろんな職業を見比べた時に、あ、ドクターいいかなと思って、高2ぐらいでやっとその医学部志望みたいな感じになりました。鉄力での成績は実はなんかそこまで良くなくって、特に数学はいつもレギュラーの上から2つ目か3つ目ぐらいのクラスだったんですよ。なんか英語は結構1番目のクラスが多かったんですけど、そんな感じだったんですよね。で、高2の時に、その数学でめちゃくちゃお世話になってた先生が、普通に東大の医学部の学生をやりながら鉄力でバイトで数学を教えてくれてた先生で、その先生に多分君は将来理三に来るんだろうなって思って教えてるよってふわっと言われたのがきっかけで、あ、私も目指していいんだって思って理三を目指したっていう感じ。東大に入ってからは、なんかそんなにすごい優秀な生徒ではなかったんですけど、もう私は決めてて、大学ではもうあと受験はないから、一生懸命自分の趣味とかやりたかった習い事とかを満喫しようと、あとはもう絶対に実力で、先生を私もやってみたいって思ってたので、それを達成するぞっていうことで、学業はね普通にテストでちゃんと点数が取れて、追試とかにならない
レベル2っていうんですかね、しっかりやってたんですけど、まあ、どちらかというとアルバイトとか海外旅行とか全くしたことなかったんで、あとはお料理教室とかヨガに通ったりとか、めちゃめちゃ憧れてたんですよ高校の頃。もう ABC クッキングとホットヨガは絶対行くと思ってて、それに行ったりとか、あとは趣味でスポーツ、例えばスキューバダイビングをやってハマってプロのライセンスまで取ったりとかいろいろしたんですけど、まあ、そんな感じの6年間でした。初期研修は東大の関連の病院ってことと、病院が綺麗な病院がいいなっていうのと、まあ、全部の科が揃ってて、あとなんか女医さんが多くてあんまり体育会系じゃない病院がいいなと思っていろいろ見て、健康長寿医療センターってところに2年間いまして、いろんな科を回るうちに、まあ、その細かい手術が素敵だなって思ったりとか、まあ、ちょっとマニアックな手術に心くすぐられたりとか、あとはほぼ唯一その見た目の綺麗さとかをめちゃめちゃ重視する科だったので、なんか面白いと思って形成を選んだ感じです。眼科有明病院では形成の中でも、まあ、特に興味があった乳房再建っていうのをねずっとやってて、私2年間いたんですけど、まあ、2年間毎日毎日 2,3 件手術をもし助手じゃなくてね執刀もさせてもらってっていう感じで、まあ忙しく過ぎていったんですけど、プライベートのタイミングとかもいろいろあって、2年間丸々終わってから湘南にね職場を変えて美容を専門に勉強しました。開業にきっかけとかはなくて、まあいろんなこう現場で働くとね、あ私だったらこうしたいのになとか、もっとこういう風にね職場を運営したらいいのになって思うことは増えていったんですよ。特に美容医療は結構本当にね、言っちゃ悪いんですけどインチキみたいなのが行われるということは多くて、無知な患者さんをある意味騙してお金を取ろうとかね、そういう風にしてるクリニックが他の科の医療現場よりもすごい多くて、まあ、そういうのも嫌だったり、まあ、いろんな思いがあって、ちょうどここに医療モールができるよっていうチャンスもあったので、それで開業したっていう感じです。で今回はね、いろいろとこう私の経歴をすごい簡単にお話ししてみたんですけど、またそれぞれのね細かい小学校時代どうだったとか中高時代どうだったとか、そういう話もしていこうと思うので、他の動画もぜひ見てみてください。最後までご覧くださりありがとうございました。